こんにちは、つさん。はい。また来ました。はい。前回は天性、天性、天性って、はい、何がいいのって言ったら、まんまとはめられて、天性いいじゃんって言って。てか、いいショット出てますか？あのドライバー難民から外出しそうって。ああ、そうですか。アホストライスがなくなりそう。で、今日なんですけど、はい、もっと聞きたかったのはこっちなんですよ。はい、はい。アイアン気に入ってるんですけど、僕でヘッド変えたいって気持ち何回もなって、毎回結局やっぱり今のヘッドが好きだから帰ってくるんですけど、すごい悩んでることがあって、あのシャフトをカーボンにしたくなってきた熱があるんです。もう38歳のおっさんで、手打ちがひどくなってくるとやっぱりこうペローンってのが出ちゃうじゃないですか。もう気当てようとしたりとかで、そういうのをなくすにはもうこれカーボンだからって思うと、はい、そういうのなくなるのかなっていうことに期待してカーボンにしたいと思ってるんですけど、はい、まずそれは合ってるんですか？どうなんですか？今やっぱりアイアン用のカーボンシャフトって、そのスチールが重くてカーボンが軽いみたいなところはもう完全になくなってる。スチールはスチールでものすごく軽いものがあるし、カーボンシャフトはカーボンシャフトで重さも硬さもそのしなり方もすごくバリエーションが多いので、やっぱり両方食わず嫌いせずにやってみると、やってみた方がいいと思います。やっぱシャフトの種類の一つなので、うん、これがそれですか？そうですね。で、まあ、今使ってるのが、モーダス120なので、うん、それよりまあちょっと軽くして優しくなるのかどうかをまず打ってもらいます。とりあえず打ってみよう。はい。三菱の OT95 フレックスは S って書いてあるけど、これはアイアン用シャフト。そうです、アイアン用シャフト。カーボンシャフトを使うと、あ、軽い。ヘッドが重く感じる迷信が僕の中にあったんですけど、はい、それはなくなった今。ちゃった方がいいですよ。どういうことですか？その辺バーン。その辺バーン。綺麗に当てようと思って。うん。あれでいいです、あれでいいです。あ、さあ、いい仕込みになってますね。いや、ちょっと短い。あ、すいません、お願いします。今日もお願いします。はい、全然分かんなくなって。合ってます。合ってんの？いいのこれで。ですげえ僕焦って、もうアイアンカーブシャフトやめようかなとか。ですよね。アホ手打ちしてるじゃないですか。はい。同じヘッド。はい。で、重くしました。あ、硬さは一緒です。あ、いいじゃん。あれ？これ150くらいいったじゃん。え？いい気がする、はいはいはい、けど打ち方がよくわかんない。あ、多分これだよ。 OT ツアー、 OT ツアー、これいいじゃん。あとバンバンこれだけ打って、あとは出てからまとめましょうか。振りやすい。
日本でこんなに ガチスライス出るのってなかなかないんですけど、なんでだろう、切り方かな、こんなガチスライスは出てないんですよ。おお取りやすい。じゃあ、玉が高い。じゃあ、まあ、3本打ってみたんですけど、だんだん重くなっていったっていうことですか？そうですね、最初に1球5打ってもらって、この OT の105だったんで少し重量アップですね。で、ここに今度 OT ツアーっていうのは、これとまた動きが違うタイプなので、さらにアスリート寄りに寄ったカーブなので、さらにちょっと全体的にしっかり重ねてる感じで、かつ重量も上げてる感じですね。こう良かったですよね。うん、重くなってからも、まあ、それは良かったです。軽いやつはちゃんと当たってなくて、まあ、結構重さの相性ですね。うん、普段よりも球上がるイメージあります、こうカーブの方が。はい、スチールよりも少し打ち出しは有利性が出るので、うん、その部分はあると思います。あと芝の上で打った時に、こうなんか跳ねそうな気持ちがある、なんかバンバン、だそういうの気持ちよさそう。はい、うん、抜けがいい。うん、あ、それが抜けがいいっていうんだ。コースで回るんだったらこういうのの方がいいなっていう、カーボンの方がいいなって気がするんですけど、うん、はいはい、とはいえその最初に出た異常な手打ち感がさらに発揮されそうな気がして、練習して変な打ち方が治ってきそうな感じがする。僕はやりたいのはこれ、ここトップで力入れちゃって、でこうなる打ち方が多いわけじゃないですか。だからそれをちゃんとこう切り返しの時こうやりたいんですけど、待たないんですよね、体が。待つためにカーボンにしたいんです。あ、それは作りやすいと思います。ってことですよね、はいはい、重さも含めて、はい、少し重量感があって、カーボンの方がやっぱり少しだけその部分で出させたなっていう、打ち出しも作りやすいですし、スチールよりもその辺のメリットが出やすいかなと思います。もっと重いカーボンってあるんですか？これほぼスチールと一緒と思います。そうですね、今使ってるアイアンシャフトの重量とほとんど同じ。ああ、じゃああくまでここの挙動ですよね。でもアイアンってその軽くする、柔らかくするのが優しいって思ってる人で、合う人もいますし、逆に重量感とかやっぱりシャフトの性質、種類を変えた方が合う人もいるので、まあ、やっぱり試すべきじゃないですか、うん、特に気に入ってるヘッドがあれば買い替えなくても、シャフト交換っていう方法もやっぱりあるので、これで感覚が新鮮になって、あそこにボールを置くぞみたいなことにもなりそうだなって気がしたんで、じゃあ気に入ってるヘッドにシャフト交換、はい、今度はスチールからカーボンになったらどうなったかっていう、はい、ラウンドで一回ちょっと体験してみましょう。もう安定しそう、逆に、うん、それはすごい感じました。じゃあちょっとなんかいい機会だったら試してみたら試して、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。